マネージャーさんに許可取ったんですけど、なんかまだ時間かかるみたいなの言われて、なんかでも納得した。さやかりんが切ってたから、そういうことかみたいな、それも関係ありそうと思って。さやかりんが切ってた、同じ考えの人がいた、同じことを私はしようとしてたから、多分2人になったらダメなんかね。なんか、やすべさんありがとうございます。キャマキャマさん、タワーをありがとうございます。え、キャマキャマさん、タワーくれるのありがとうございます。嬉しい。こんばんは。そう、でもなんかロングもいいなって思い始めて、なんかそうなんです。お礼書くやつないですね。ありがとうございました。ちょっと後日家に帰ってから。ありがとうございます。見てくれたんかな。3周年。自己紹介一番最初だったね。そう、全然さ知らんくて、あれ一番左におるわみたいな、最初かなみたいな。さやかりんが自主練できてよかった。そうそう、実はね、さやかりんのボブ、私ね一番最初に見たんです、メンバーで。昨日の夜に配信終わった後に自主練をして、一番に見たんですよ。イエイ。髪型でもいい感じでしょ。今日はなんか糸下のディフェンスだったので、ちょっと大人っぽい感じのただの巻き髪にしました。振り返るところとかでなんか髪の毛があった方がいいなと思って。待って、2万タワーをもらった気する。豚松さん、ありがとうございます。ひゃー、ありがとうございます。高級タワー、花火タワー、ありがとうございます。すごい嬉しい。なんかそんな祝ってくれてるってことだ。3周年。今日の髪型似合ってた、ありがとうございます。豚松さん、初ライブ楽しかったです。お、初ライブですか。みんな楽しかったね。めっちゃ楽しかった。でも終わってしまってもう寂しいです。私は2期生でのレッスンがもうないのかと思うと、もうないわけでしょ、2期生だけの。4回しかなかったけどレッスン、6時間やってたから、それがなくなると思ったら悲しい、寂しい。こんばんは。瀬戸里良かったね、あのオーディションの大好きな人から。大好きな人とか、夏のツアーのね瀬戸里だったり、そうそう、まあもちろん春夏秋冬とか、あとシングル曲連続の、重恋からのシングル曲ね、
2期生が入った後のシングル曲。あ、アフタートークまで見てくれたんですか。スバラーですね、それは。ありがとうございます。アフタートークはお見送りが終わった後やけ40分ぐらいお待たせしてアフタートーク始まりましたが、見てくれたんですね。深緑さん、お疲れ、ありがとうございます。え、ゆきりか推しのペンライトめっちゃ見えたって。めっちゃ見えたし、なんか私が4本は絶対わかるよって言ったら4本持ってきてくださってる方が5人ぐらいいて、もうめっちゃわかりました。超わかるからすぐ見つけてレッスンを送った。一人ごとで語るくらいなら難しそう。え、ね、最初間違えたんですよ私。飛ばしてこれをやろうとしてた。まあまあまあ、見やすいポジションが多くて楽しかったです。やったね、4本持った。え、そうなんですよ、4本持ってた方がめちゃくちゃいたんですよ。青、もうそれはもうパッと見でわかるんですね、1人が4本持ってたら。めっちゃわかりやすい、本当にめっちゃわかりやすいし、まだ広まってないから4本は私のファンっていう。うちはもう分かった、ユキって書いてたよね。分かったよ。4本2人並んでましたね。そうなんよ、めっちゃ4本分かるわ。え、そうそうそう、ね、舞台に立ってさ、みんな2本ずつ持ってるところ4本光ってたらそりゃ目立つよね。キャマキャマさん、ありがとうございます。え、そう、カチューシャしてた今日。なんか自分で選べるんですよあれ、どれがいいって言われたからカチューシャしました。でもあの服は速攻で着替えなきゃいけなかったから写真一枚も撮れてない。間の速攻で着替えて、あれが噂の奈々さんの衣装です。奈々さんだったから私だけちょっと短かったんですよ丈が。青色ワンピース花柄。私だけね膝上10センチとかになってたんですけど、まあそんなに気づかんよね、噛めこなかったし。噛めこなかったか。ピチッとしてた。でも大好きな人の衣装の方がきつかった、きつかったっていうかピチッとしてた。めっちゃスタイルよく見えた。一番最初の衣装がめっちゃピッチリいい感じ、フィット。こんばんは。大好きな人の衣装、また写真撮ったんで明日のツイートで使おう。あ、大好きな人の衣装あるやん。これめっちゃスタイルよく見える。恒例の反射するね私。え、割と漏れてる、全然ピントが合わん。一番左端です。右端か。この衣装めっちゃスタイルよく見える。
え、これもらえるんじゃないですよ、これ母が買ったんです。私の母は絶対買うんですよ、これ大量にある家に。2列目打ったら顔が暗いね。2列目は顔が暗いね。あ、胸浮き器を見つけた。こんばんは。すばら。え、でももらえたグッズもありますよ。もらえたグッズっていうか、これもらった。缶バッジとかもらいました。これはあのファンの方が作ってくれたやつ、フラワースタンドの。胸浮き打ちは今回しっかり写ってる気にした。え、写真買ってない？めっちゃ写ってるよ。そう、これはねフラワースタンドの。あ、コースターなの？キーホルダーかと思った。へえ。じゃあコーヒーとか置いていいってこと？これに。私普通にストラップとして使おうと思ったけど。今日見に行きました。ありがとうございました。ありがとうございました。あとね、ネームのあれをもらった。ネームリボンチャームみたいな。あ、そう。あと武蔵が見て、この3周年仕様なんです。メールで送ったっけな。見て。この。限定 STU 限定の武蔵の。すごくない？まあこれは置いといて、よいしょ。これこれ、ランダムリボンチャームをもらいました。ねえきさん、充電結構あると思う。今日全然携帯触ってないし。最前列で見た？お、最前列めっちゃ当たりじゃん。ちゃんとトレードした？マジ？今から開けます。片手で開けてます。配信してるんで。てん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 。マフラータオル売り切れてたね。早くない？5本ぐらいしかなかったのかな。そんなことはないか。10ぐらいかな。よいしょ。胸ゆきりか。お、ちゃんと私のだ。すごいランダムなのに胸ゆきさんって。みんなのさ、みんなの分あったけど、一回開けて調べたってことかな、全員分。なんでランダム？でも未開封やった気にする。綺麗に開けて戻したんかな。未開封のものを全員分控え室にこれ置いてくれてたんですよ、マネージャーさんが。こうやって。けどランダムなのにさ、どうやって胸ゆきさんって分かったんだろう。混ぜる前に撮った？へえ、分かるんかね。混ぜるってことかな。胸ゆき。
タオルはでも5、6人は持ってくれてたんだよね。だから10ぐらいかな、1人。これはピラピラならんの？くっついてる？くっついてるか。タオル変えたね。5、6人は持ってくれてたんですよ、パッと見お見送りとか。私のファンの方はなんか3人連続とかに乗ってるのがめっちゃ多かった。2人連続とか3人連続とか連続でなんか連番したみたいな。今日はちゃんと湯切り顔してました。今日はじゃないんですよ、私しかいないからね今日は。推しがね。アーカイブの見どころはもう全部です。全部全部全部です。 STU 推しとかも好きですよ、個人的に。みんななんか仲いい感じが伝わってくる。すごい。え、今日お見送り名前順だったよ。名前順、名前順、名前順です。お見送りで気づいてもらえなかった？嘘。なんで？全員見てるんだけどな。そう、名前順、名前順。こんばんは。そう、エスティオーシは投げほっぺなんです。こんばんは。ウドムさん頑張った、ギフトありがとうございます。頑張った。ドンちゃんミラーボールありがとうございます。今日はでもイケラちゃんとのシーンが多かったです。私は何気に、実は。ボブカリー見てたらリカちゃんもこうなるのかってイメトレしてた。でもなんかボブカリー、そう、ボブの子増えたし、なんか切らなくてもいいなって思ってきた。こんばんは。でお見送りはね、みんなそれぞれ推しメンのうちわとかなんかいろいろ推しメンのタオルとかをアピールしてるので、ぜひアピールしてください。1000人ぐらいいるからね、目合わなかった。1人全員見てるつもりだけど、私のうちわとか持ってくれてたら 100% めっちゃ見るので。そう、今日めっちゃ巻き髪いい感じだった、取れたけど。こんばんは。ね、ちょっとロングもいいなって思ってきた。タオルが手に入らなかった、そういうことか。カチューシャしてた、してた、してた。私の一番好きな振りはこれです。なんそれって感じだよね。
田ちゃんとの独り言も池田ちゃんと二人の歌割りなんですよね。あと STO しもいいけど、ちゃんとひじ打ち違います。こんばんは。3周年ライブ楽しかったよ、ありがとうって来てくれてありがとうございました。田中美穂に手を伸ばすところが好き。田中美穂にあったっけ、そんな凛子じゃないっけ。凛子に手を伸ばして凛子が手握って起き上がる。青いシャツね、脱いで来てしまいました家に。着て帰ったんですけど、なんかそれを着て外に出たらバレるかなと思って。着替えました、ひっそり。今日はお母さんといるので。寮は、あ、家はちょっとね汚いので出入り禁止でホテルです。こんばんは、お疲れ様でした、めっちゃ良かった、ありがとうございます。こんばんは。レモンジュースかと思ったら12秒。確かにメロンジュースやったよね。メロンジュース、夏のツアーで やらんかったっけな。やったよね、 3R 入り。え、ね、そうそうそう。え、でも今日 3R が写真撮ってて、私その横にいたんですよ。そうだから 4R だねって誰かがリコチが言ってくれたんです。そしたら、やだって言われました。私は 3R プラス R です。まあでも ね、なんか3人組今日のストーリーで一番のお気に入りの曲は何？でも大好きな人もエモいって思ったけど、個人的に楽しかったのは世界はどこまで青空なのか。そう、私は L ね、3人作らんといかんわ。サコ、さやかり、ゆきりか、さやかり、さやかりんとでも仲いいんだけどね、普通にユニット名作ってないだけで。今日のディフェンス以外でやってみたいユニット？何があったっけ？でも残念少女ですかね、それだったら。3R 入ったら疲れそう。まあそうなんですよ、あのテンションに私はついていけないので、ちょっと両者お断りで。
残念少女のセリフ真ん中じゃないですよ。真ん中はサラピで、それに従う召使いをやりたいですね。サラピ様、真ん中はもうあれはサラピが一番似合ってる。なんか一番合ってる。周りの大人たちが私をダメにするのって、なんか本当になんかサラピ、え、誰のセリフは聞いてないな。踊ったから。サラピ様ね、面白いよね。でもあれサラピがサラピ様って言ってねって言ってきたからね、自分で分かったみたいな。こっちからじゃなくてあっちから言ってくるあたり可愛いよね。サラピの時はサラピ様ねって。あ、そうそう、全然こっちから言ってるんじゃないんで、はい、あ、はいって感じで、わかった、じゃあ毒出するねみたいな。サラピ様をするキリカ素晴らしかったです。え、地味に頑張ったんですよサラピ様。本当に奴隷になった気分で。リコちゃんの提案なの、私はサラピから言われた。サラピ様ねって。どうなんだろう、リコちゃんが提案して。でも本人ノリノリってことじゃん。こんばんは。普段の自然な関係性が見えましたって。そうなんです、あれで踏まれたら完璧なんですけどね。そう、サラピ、本当はねサラピだったんです。リハーサルまで、本番の直前でサラピ様になった。こんばんは。今日朝一回通したんですけど、その時まではサラピだった。サラピってやってた。私は投げホップでしたね。変えようがないね。まあいっぱいあるか。どこ行き、どこ行き。DMM さんでじっくり見たいと思います。はい、明日の昼ぐらいから公開されると思うので、アーカイブぜひ。曲紹介ね難しい。なんか他人じゃないわ、他のメンバーがやってる曲を聴いてるわけじゃないから、何やってたっけと思って。ひまわりと愛しさのディフェンスまでわかる。その次なんだ、キリキリス人かみたいな。で日暮らしの恋で残念少女で、この間は自分ら衣装を着替えれるところにいたり控え室に戻ってるから聞いてないんですよね。だからどういう状況、キリギリス人が出てこん。
メンバー見に来てたけど感想とか聞いた先輩ですか？そう、先輩がすごい見に来てくださってた。僕ってツイッターを見て、そう、ジュリエット一番最後、そう、しかも沖さんと空葉さんはなんか差し入れをくださって、個人で沖さんよりみたいな、空葉さんより、素敵な先輩だと思いました。ちょっと私もね、後輩ができたらね、ちょっと差し入れを持っていけるような先輩になりたいですね。そうそう、個人で、そう、個人でです。一期生よりとかじゃなくて、沖さんよりみたいな、そう、個人で。後輩おるけどさ、まだないじゃん、周年コンサートとか。今日なんか発表あるかと思ったらなかった。こんばんは。17日、17日どうだろうね、まだ私も分かんないや。疲れた、でもね、謎のアドレナリンですよ、公演の後は。全然眠くはないです。あ、手が震えてきた、わかるこれ、あ、やばいやばい、パンジュース。でもそう、朝の午前中から一回通しみたいなのやって、その後リハーサルやって、本番やったから3回ぐらいやりました今日。公演も朝もう9時とか10時とかに集合して、1回12時ぐらいまで一回通して、本ステージに行ってリハーサルやって、そう3回しました。不安すぎて全然寝れなくて、6時半に寝た昨日。マジなんかようやってるなって思う。お疲れ様です、こんばんは。でも楽しかったですね。でも寂しいですね、終わってしまった。もう2期生の6時間レッスンがないなんて。そう、今日でも、そう、今日の夜中も2時ぐらいまでは自主練して、なっちゃんと。やばいやばい、手が震えてる、手が震えている。来年もあるけどさ、来年じゃん、1年先じゃん。2期生だけでの6時間レッスンあるの、1年に1回しかない。しかも4回しかなかったし、今回のレッスン足りない。に足りないっていうのは、2期生といる場所がね、薪が取れた。24時間配信いいじゃん、ね、深夜はアニバーサリーライブの映像を流しながら解説。DMM 抜かれてたかな。豚松さん、ありがとうございます、頑張った。今日はね、でも後ろのモニターにあんま映ってなかったから、カメラのやつ、なんかカメラちょっと遠いし映ってるか分かんなかった。
24時間配信したいよね。でももうないだろうね。あれはね、大人の方はめっちゃ大変なんですよ。あ、後ろのモニター見てなかった？そう、大好きな人は後ろのモニターあったんですけど、名前とか出てダンダンみたいな名前入りであったんですけど、ほとんどの曲なかったんです、モニター。でもモニターなくても全然見れる距離。私からも全然見えたので1階席後ろの方まで、内輪とか。てかこれ何時までしよう、時計がないんだよね。1時間ぐらい時計がない。そうそう、こんばんは。あ、11時5分ですか。ありがとうございます。2分か。何時から始めたっけ。適当に始めたんだよね。あ、40分してる。じゃああと20分ぐらい。タワーをありがとうございました。本当に。メンバー側から曲を出してほしい。24時間近く通るかな。なんか微妙な感じで終わった気がする。こんばんは。よいしょと。体勢を変えた。下からアングル。充電が 20% になった。充電が 20% になりました。あ、口だけ。沖さんの角度って何？あるある、充電。よいしょっと。こんばんは。まつげが開けたのに下がった。今村さんもまつげアップで配信してるの？え？違う。その本番は。画面が揺れてる。右手で左手をつかみました。最初後ろ姿で雪にかって分かった。嘘だ。こんばんは。今日の靴下はちいかわです。こんばんは。
この後は寝るだけって。まあそうですね、なんか食べて。サインボールが当たりました。へえ、あ、サインボードか。すごっ。武蔵食べて、お弁当持って帰ったんだよね。夜ご飯食べたけどさ、お弁当傷むじゃん。なぜリカちゃんに報告した。確かに、それは確かに。私のは誰に当たったんだろうね。リカバーお武蔵好き。そうそう、なんで知ってるんですか。ああ、動画だった。ゆきりかいなかったな。私の母は武蔵好きなんですよ。なんか毎回買ったりしてる、広島来たら。会場限定のくじは当たった。お、何何、天さんかっこよかった。いいな。私はでももう2回見たからね。満足満足。リカちゃん動画いた。お、それは当たりだ。動画4種類ぐらいあるんかな。6人ずつ撮ったから、6、3、18、3種類か。そう、手で持って配信。今日は何かが届くらしい。あ、分からんやつ。なんか当たったんだ。こんばんは。私の動画もリカちゃんがいますね。ああ、ダメですね。こんばんは。あ、全然いないじゃん、みんな。なんで ?3 種類しかないのに。レア、まさかの。こんばんは。誰と撮ったっけと思って。リンコとかか。リンコ、アイコ。どんちゃんハートありがとうございます。一発でゆきりかのボタンだった。お、さあゆきりか推しだね。そうね、なっちゃんと、そうそうそう、誰だ、池田泣きした。こんばんは。あと15分、10分ぐらいで終わります。あ、さやかりんがいたんか。あれ、じゃあ6人じゃない。私6人呼んでる。リンコがおらんかったんか。いや、おったよね。アイコ、リンコ、さやかりん、池田、なっちゃん、自分。
動画見れなかった。え、なんで。こんばんは。あ、6人か。6、あ、6318だもんね。そうだ、17だけど今日は。こんばんは。そう、覚えてる覚えてる。なんか適当だったんですよ、誰と撮ってればいいよみたいな。だからその辺にいた、あ、じゃあここの6人でいっかみたいな、適当に近くにいた6人で、適当、近くにいたっていうだけです、レッスン上に。近くにいたから割とでも喋るメンツってことだから覚えてます。こんばんは。リンコと仲いい。え、意外と仲いいですよ。しかもイキラちゃんとなんか意外と今日喋ったんです。一緒にメイクした、隣で。一つの鏡に、なんか一つの大きい鏡に一緒にメイクしました、イキラちゃんと。なんかめっちゃこの3周年でイキラちゃんと仲良くなった気する。新名もたくさんあって嬉しい。そんなパターンで公式の撮る、そう、決まってないからね。でもそっちの方が良くない？そんな決められてるより、なんか6人好きに6人適当にいいよみたいな方が嬉しい。服部さんハートありがとうございます。3.1周年、ね、次 3.2 ね。 3.3 メイク自分でやります。あ、でも髪の毛はメイクさん。でももう取れてますね、まつげも何も見えませんね。あんだけ汗かいたら取れますね。MC カオスだったけどめっちゃ笑ったね。もうね、スリアールさんです。どのダンスが一番汗かいた？でもヘタレとか結構フルなんで、みんな楽しそうだった。まあね、3R となんかおしとやかな大人面って感じ。アイコ、なっちゃん、さやかり、自分、サラピ。リップが違います？多分ね、照明の関係ですね。リップ同じやつなんで暗いですね、多分全体的に部屋が暗いです。そう、おしとやかなね、ちょっと大人面と、そう、おしとやかな大人面と 3R です。珍しくなっちゃんも喋ってなかったからね、 MC で 3R がいたから。あ、いたみたいな、なっちゃん。
私はね、でも喋るの好きなんですけどね。昔は MC もめっちゃ喋ってたんですけど、いろんな、なんか波長みたいなのが合わなくなって、喋るタイミングがなくなってしまった。こんばんは。こんばんは。MC は難しい。でもまあ 3R と一緒じゃなかったらいけるかも。そうそう。もともとね、もうちょっと前はね、喋ってたんですよ、めっちゃ。僕の太陽公園、昔の。3R 今日初耳だった。そうね、あんま知らないよね。こんばんは。ツッコミとか作ってたし、言ってたイメージ。今日？前？でも前の花垂れ公演とかは MC 良かったって言われた。1個前の愛小路とか、やっぱ愛小路、さこちゃん、胸キュン関西弁みたいなとか、やっぱメンツかな。そうなんですよ、喋るの好きなんですけどね。まあもういいやと思って。こんばんは。こんばんは。今回控えめになってしまった感じ。でも私が発言してみんな笑ってくれたから嬉しいです。2回ぐらい。でもなんか私あんま喋らないけど、なんか言ったら笑ってくれるので、みんなが割となんか、だからあんま喋ってないけど、なんか笑ってくれる量がなんか多い気がする。そうで、まあなんか真ん中ぐらい、プラスマイナス真ん中みたいな、良くも悪くも。関西弁のやつ、まあね。今日も笑ってもらえたし、私のナイスバディは R。 そうだよ。こんばんは。背が高くてよく見つかりました。もう嬉しい、よく見つかって。笑われているのか笑わせているのか、私はでも笑われるの好きなのですごい嬉しいです。そう、アフタートークも、そう、
さんがめっちゃ笑ってくれたからよかったです。あいこちさやかになっちゃうサラピューキリカめっちゃ回しやすい。それレイダウンの後です。それあーでもリネちゃんいたか。レイダウンの後そのメンツになった気がする。プラスリネリコ。神奈川まで帰ってきた。早っ。早くない？神奈川ってめっちゃ遠いよね。新幹線か。早っ。でも明日仕事だよね。月曜日、土曜日が良かったね。私も明日レッスンです。明後日もレッスンです。明日はでもあれですね、阿波踊りやっけ。明後日は四国のそう連勤。昨日からだから5連勤とか。そうそう、普通のでも社会人と一緒です。5連勤はファイティング。後半イベントが多いんでね。29日が四国で30日がカラオケでしょ。今23でしょ。24、25レッスンして26、27休みかな、わかんないけど。錬金術師になります。カラオケの歌う曲まだ決まってないです。カラオケなんですか。カラオケはなんかプライム会員さんだけが来れる特別なイベントです。ハロウィンの配信は私キョンシー生きるので、キョンシー行きまーす。そろそろ終わろうかな配信。今何時ですか。誰か優しいお方、私に時間を教えてください。タワーありがとうございました。そしてお礼しますね。いつかハロウィンの日にしようかな。コスプレしてる時とかの方がいいよね。そう、内緒のイベント、会員さん限定の。ハロウィンの時にお礼しようかな。嬉しい。しかもなんかもらえると思ってなかった方から、もらえると思ってなかった方っていうか、びっくりで嬉しいです。タワースクショしたいけどな。顔埋まってるんだよね、推しで。ハロウィン何日ですか。31です。明日すだちできる。そうそう、明日すだちできる。そうです、育ちできる。結構長いラジオなんで楽しめると思います。私のことを結構喋ってるので、ぜひ聞いてください。このキョンシーのクマ可愛いのに星で顔が隠れてる。このキョンシーのクマ星で顔が隠れてるんですよ。言いたいこと分かりますか。明日のラジオは夜でしたね。またお知らせします。こんばんは。ってことで、じゃあランキングは読んで終わります。でもスクショした後に高級タワーもらったし。あ、ラジコの人はね見れます。ああダメだわ。ってことでランキング見ます。13位理化学研究室さん、12位ゴーンさん、11位大阪さん、10位ヤスルパンさん、9位ルイさん、8位ドンちゃん、7位ハイパーさん、6位ウドムさん、5位ヤスベイさん、4位服部さん、
3位キャマキャマさん、2位ミキヤさん、1位ブタマツさん、ありがとうございました。すまん、珍しい、あれ持ってる。タワーの方すごい、本当に本当にありがとうございます。ありがとうございます、タワーを本当にありがとうございます。3周年ありがとうございました。明日からね、12時からアーカイブもありますので。アーカイブって変えるんだっけ？アーカイブ変えないんだっけ。 DMM 会員さんの方とか見てください、アーカイブ。あ、変えます、アーカイブ。アーカイブを変えるみたいなんで、3周年コンサート見たいなって方がいたら買えるので、 DMM からぜひ。来るよりは安いです。ってことでありがとうございました。タワー本当にありがとうございました。ブタマツさん、ミキヤさん、キャマキャマさん、ありがとうございました。明日はね、普通に夜に配信します。そうね、すだちでキュンの前に、すだちでキュンとは被らないようにしますので、また予約入れます。ってことでありがとうございました。3周年コンサートからありがとうございました。4年目もよろしくお願いします。次4周年ですね、次は2期生。楽しみ楽しみ。じゃあねー、ありがとうございました。おやー。